フック食堂開店。へい、いらっしゃい。和也くん、プレゼント届いたから。はい、うん、視聴者から、はい、視聴者のプレゼントありがとうございます。おー、早速中身開けてみよう。はい、早速でも開けるぞ。はい、何が入ってるかな。はい、お、なんすかこれ。マジで。なんすかこれ。ロイマスクだよ。え、いかにこれ。おお。焼きそば。うん。何これ。ソーフレン。ソーフレン。うん。こういうやつだね。ゆでた油ひいて具を炒める。立体的に混ぜる。焦がすとね。焼きそばだから。焼きそばだから、はい、昔の使い方だよね。うん、あ、なるほど。これをぜひ食べてみてくれと、まーちゃんが我々2人に食べてみると。どうする？俺はあるから。なるほど。クックマンはマスクあるけど。ある。これはしょうがないじゃん。そうです。そうか。これ前田君にあげるよ。僕にマスクがないっていうのでくれたって気遣ってもらった。気遣ってくれた。おう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 。いや、ロビン、これで焼きそば作っていくぞ。どうなってるか、中身開けてみようね。おお、割と焼きそばだから。焼きそばっす。うん、こう入ってるね。うん。お、すごい。サラダ油まで入ってる。これが入ってる。これ、いりますこれ、まあ、作れるようにじゃね。まあ、胡椒が入ってるね。うん。タレも全部入ってるんだ。
お、できた。できましたね。うん。じゃあ早速クック食堂のメニューになるかどうかな。試食会議だ。はい。な。じゃあいただくとしよう。いただきます。いただきます。80年ぐらい前の焼きそばだね。パリパリもちもちの麺がかなりいい。シャキシャキで野菜も甘みがある。そうか、これらをまとめているのはあのソースだ。いい仕事してるぜ。さあ食べてみなさい。いただきます。いただきます。ちゃん食べて。うん、うまい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 。ごちそうさまでした。おし全然食べてない。いや美味しかった。美味しいだろうな。見すぎなんだよお前。もっちもちでしたもんね。よかったね、うん、ソースもね昔ながらの日本人が大好きな感じだね。そう、ちょっとウスターの、うんうんうん、これ懐かしくていいね。クック食堂にこの焼きそば定食なんかあってもいいかもしれないね。いいと思います。クック食堂がいつオープンするのか楽しみにしててくれ。ご来店ありがとうございました。本日もご来店ありがとうやんした。グッドボタンを押してくれるとお店の評価につながりやす。チャンネル登録をしてまたのご来店をお待ちしております。よろしくック。